こんにちは、直樹です。今日もね、積み木のためのエルデンリングやっていこうと思います。で、今日はね、イミゴモーグっていうのかな、そこの生き方についてお話しします。オートローディンのイミ捨ての底っていうのかな、あそこに行くための動画です。で、これね、ショートカットとかあるので、それも含めてね、ちょっと動画を作っていこうと思います。お話ししようと思います。ここら辺でね、適当なところで、まあ、ジャンプしていただければいいんですけどね。はい。そうすると、井戸があるので、はい、ここに、まあ、入っていただくと。はい。そしたらね、もうここ突っ走ります。はい。突っ走っちゃうよ、みたいな感じ。えい。で、もう敵とかもね、ちょっと無視させてもらうね。ネズミとかいるけど、まあまあいいでしょう。はい。で、そうしたらね、まあこれショートカットしてるやつだからね、ここにこれがあるので入っていただくと。で、他にね、ここに至るまでの、ショートカットとか、あと行き方とかあるんだけど、まず最初に、めんどくさいここを攻略させてちょうだい。で、目の前の扉もね、これショートカットで作るので、これはこれでこの後にお話しします。で、必ずね、ここ敵が出てくるので、多分倒さないといけないのかなと思うので、まず倒していただくと。で、どうしても倒していただかないといけないって敵が出てくるので、はい、で駆逐したら、今度こっちだよね。こっちにもまた敵が出てくるので、これも、まあ、倒して。OK。で、そしたらば、あ、やべ。全然違うことをやってしまった。はい。で、右の上の壁に敵がいるんだけど、これは全然襲ってこないので、まあ、ここら辺はね、フェイントつきながら。やべ。ちょっと待って。オッケー。で、そしたら、今度、目の前に敵がいるので、これも多分駆逐してもらってもいいのかな。で、そしたら次は、ここ、できる限りね、高めの、遠めのジャンプしてもらいたいのね。なぜかっていうと、ここに出てくるから的な。まあ、これも倒してもらうと。で、次なんだけども、ここね、隠れてる敵がいるので、ここ、ばーっとこう行くと、こう出てくるので、これはもう、今みたいな動きで、空振りさせて、で倒すと。で、そうすると次に、ここなんだけども、ここに落ちてもらうんだけど、ここの敵ね、倒すも倒さないも、まあ、OK みたいな感じ。まあ、いずれ、ここに入っていただいて、で、そしたら、ちょっとこれ暗いんだけど、ほら、なんかネズミが走ってったよね。で、ここら辺ね、ちょっとぼやーっとね、明るい部分があるんだけど、それ落とし穴で、それちょっと気をつけていただくということになります。ほらほら、ほらほらじゃねえや。ここら辺なんか、ちょっとぼーっとしてるよね。ここ落とし穴なので、ちょっとここは気をつけていただくと。そうすると、でっかいネズミ出てくるんで、まあこれは、まあ、好きな武器で倒したり、まあこれは私使いやすいなっていうか、魔法力すごい上げてたんでね。これ魔法力の武器なのかな、まあわかんないけどさ。で、そしたら、次に、普通の穴だと、ね、さっき言ったエビとかも出てくるんだけども、ここにまず落ちていただくと。そうすると目の前に敵がいるので、ここでこれを倒していただくと。はい。で、そしたら後ろを向いていただいて、あともう道なりみたいな感じだよね。で、ここすごいめんどくさくって、まあ、もちろんいろんなアイテムめんどくさいだけあって、いろいろなアイテムがあるんだけども、まあそれはいいとしましょう。セーブポイントっていうかね、まず決めてからね、ここちょっと死んじゃったんだけどさ、セーブポイント決めてから、ちょっとこれ取って、はい。ちなみにね、ここの場所何があるかっていうと、これがね、そしたら降りましょうみたいな感じ。この壺はね、普通に敵なので、ほいと。
そういうわけで、ボスのところまで来ましたよと。はい、そしたらね、モーグ行ってみましょう。でね、生地ね、今までヒットポイント少なかったから一撃、まあ運が良ければ2撃で死んだんだけども、ヒットポイント逆にありすぎるとね、もうなんて言うんだろうね、まあそれはそれでヒットポイント少なかった時にそれでね、あのいろんな敵を倒してきたんで、ゲームスキルはすごい上手くなったんだけどさ、というか、うわー、めちゃくちゃ緊張感ねえなさあ、ゴリ押し出てきてしまうっていうの、まあそんな感じでね、もう倒しましたということで、とりあえずはこれで、一通りここのイニゴモールの長い戦いみたいなのはこれで終了となります。